うっしゃが、第177回玉ラジオということでね。じゃあ、早速、やってみようか。その、今回はね、えっと、奇跡ラジオということで。まあ、俺がね、すっげえ運がいいんだけど、まあ、どんな風に運がいいのかっていうのをね、今日やろうと思う。<laughs> うん。相当運がいいんだよ、俺は。で、その、いろんなやつに言え、言えてきたわけ。例えば、俺はその新学校に行ってない。だから、新学校行けてないんですけどって。 ね、そんな奴らにも言えるんだよ。大丈夫、大丈夫、俺進学校行ってないから。ね、塾行けないんですって。大丈夫、大丈夫、俺も塾行ってないけど大学行けたよって。ね、身長ちっちゃい、大丈夫、大丈夫、俺はそこそこちっちゃいから大丈夫、大丈夫って。ね、百六十はあるけどな。百六十超えてるけどな。四者五入とかじゃなくて、百六十は超えてるんだけど、うん。まあ、その、でも運だけはさ、めちゃくちゃ良くってさ、俺運良くないんですよねっていう奴にだけは何にも言えなくなる。うん。 だって、先生、運いいじゃないですかって言われたらもう本当、うん、だ,だ,だなってなるもんほんとすまん俺運いいんだってだからねウェブ玉とかさウェブ玉予備校とかさチャレンジ玉ハウスとかさやっぱいろんなことをやるんだよね運っていうのは俺はチャンスだと思っててでチャンスをいっぱいもらえるということが運がいいっていうことだと思うんだよだから俺は運が良くないあ運がいいけど運が良くないやつらのためにいっぱいお前たちにチャンスやろうと思ってだから 新学校じゃないっすって。塾行けないっす。浪人できないっす。そんな奴らに、そういう子無料の塾で勉強できて、浪人ができちゃうとか、ウェブ玉予備校とかね、そんなんとか。だからどん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 そういうチャンスをやろうと思ってね。だから今、ウェブ玉やってんの。俺は。みんなにチャンスをやりたい。俺はチャンスだらけだから。てかもう本当に気色悪いぐらい運がいい。<laughs> で特に30、今度で、ね、2月8日でね、33なんだよ。俺。で、だから去年の32年目の時ね。 去年ほどね、すっげえ運がいい年はなかった。もう、もうほんとね、ビビる。何これってなった。本 <laughs> 当に去年ほどね、一年間運だけで乗り切ったなって思うような年はないぐらい運がね、良かった、俺は。ほんと最近運がいいねって言われてきてて。うん、最初ね、いや俺運いいんだよねって俺自分で言うぐらいだったんで、それが最近はさ、周りのやつまで、うわ、なんかお前運いいなって言い出して。でさらに言うと周りの奴らまで運も良くなってきて。うん。なんかね、なんか花粉症みたいにね、なんか花粉みたいに、 うん、運を振り巻いてるらしいわ、俺はマリに。うん。で、じゃあ俺がどれくらい運がいいのかっていうことなんだけど。あのね、運がいいっていうのはね、あんまり、その、なんも考えてないんだよね、正直。その、原因もちょっとあるのかな、多分。28から特に運が良くなった。でも今思うと全てにおいて運,運がいいんだよ。というのがね、もうざっくり話すと、小学校の時っていうのがね、これ、が好きだったんだよ。うん。あと、料理が好き。ああ、でも料理の方が好きかな。 とにかくね、料理が好きだった。だから、あの、料理屋さん、レストランとかね、そんなになりたいって、将来,将来の夢はなりたいとか言ってたよ。ケーキ屋さんとかさ。なんでか、毎日美味しいものが食べれるからっていうね。お寿司屋さんもいいなとかね。そんな感じだった。食べ物がとにかく好きだったから。あと、絵も好きだった。で、習字とそろばんとソフトボールを習ってて。だから、その、習字とかさ、そろばんとかさ、ソフトボールはそこそこ人より得意だったんだよね。うん、この辺とかさ、 だからもう思いっきり楽しむ。楽しんで、小学校の時は何も考えずに生きてるからさ。これがどう運がいいのかなんか分かんないでしょ。いや、あの当時の俺も全然分かってなくて。で、それがね、だんだん高校ぐらいからね、結びついていくわけさ。全然、その、どこがどう結びつくのっていうぐらい離れてる絵とかさ、料理とかさ、ソフトボールとかさ、繋がっていくんだよ、だんだん。で、それがどんなんなんかっていうと、高校がね、まず俺がソフトボールが大好きで、ソフトボールで決めたの、高校は。 ま、この辺を割愛する。っていうかね、えっ、ー、と、実はこの、奇跡ラジオね、第、テイク2でさ。<laughs> テイク1の時、1時間ぐらい、もうちょ、運が良すぎてさ、1時間ぐらい喋りすぎて、でも、その、この時期、大事な時期じゃん。で、タワラジオってあげるとさ、受験に関係ないやつだけど、見たいやつはね、なんか見たがるわけよ。だから、その、この受験の大事な時期にさ、なんか、その受験に関係ない奇跡ラジオとかをさ、聞きたくなるやつらの、 のこともちょっと思ってね、なんかね、短めのやつにしてみた。だから、テイクツってか、正式に言うと、テイク4ぐらい。<laughs> もうね、話出すとね、すっげえ、また長くなるわ、とか言っても。もう途中でやめてやめてね、結局、まあ、その、取り直し取り直して、最終的に、まあ、あの、テイク4ぐらいなんだけど。高校の時ね、ソフトボールするわけ。で、だから、ソフトボールで高校選ぶから、ソフトボールめっちゃ頑張るの。で、俺はもう、その時はソフトボールの選手になるんだ、としか思ってない。将来は。で、一生懸命ソフトボールやるんだよ。めーいっぱい。でもね、結局、 高校3年生の時にその夢が全部絶たれるの。1回でもね、たった1回でいいんだよ。その熊本県外の試合に出る。つまり九州大会か全国大会に出れれば、大学もね、推薦としてあなたを取りますよということで、ソフトボールの強い大学からね、推薦をもらってたわけ。で、俺は一応2年の時にね、県代表の選手に選ばれ、あの選んでもらってて、で、しかもあの、高校3年入った5月の大会ではね、もう全国大会に行きそうな感じだったの。もうだって、 あれだよ、6回裏までさ、勝ってるんだよ、3対2で。で、ソフトボール7回だから、6回の裏と7回の裏を抑えれば、もう九州大会で俺の進路ももう確定するの。ね、おっしゃーって言って頑張ってるわけさ。そしたらね、<laughs> まあね、だからソフトボールの選手が夢でさ、で、今、ソフトボールの選手になってないっていうことはどういうことなのかっていうことなんだけど、6回までたった2点しかね、与えてなかった俺らがさ、5回までだよ、5回相手のチャンスがあった中で2点しかあ上げてなかったのに、6回の時にさ、 3点取られて逆転したんだよ、俺ら。逆転されちゃったの。<laughs> で、そのまま負けちゃって。で、九州大会も出れなくなって。で、相対に関してはもう、その、当たり前のように勝ってた。あの、コールドゲームっていうのがあるんだよ。強すぎて、途中で試合が終わっちゃうのね。もう、そういうのが野球とかソフトボールはあるんだよ、コール何回コールドとかいうやつで。まあ、強すぎるから、もう途中で試合終わりますってやつね。で、勝ってるようなチームだったんよ。うん。負けたからね、相対で。<laughs> ええって。みんな負ける気なかった。もう、ほんとね、その、 俺がいいキャッチャーだったらね、もう本当にピッチャーをもっとサポートしてやれたんだろうけど、なんか、やっぱね、本当にこれが俺ら最後の試合だっていう、やっぱ緊張があったんだろうな。もうエラーとミスがもうボロボロ出てさ、で、ヒット1本で5点取られちゃった。ヒット1本って普通の、ね、ホームラン5本で5点なんだよ。それがたったヒット1本で5点取られたからね、マジで。で、そのままね、だからもうピッチャーも交代して、で、2年生がね、投げて、で、そいつも頑張ってくれたんだけど、逆転できなくてね。 負けちゃって。で、そういうね、3年での不甲斐ない成績もあって、俺はね、国体っていうか、県代表の選手からね、発されて、国体にも出れなくて。ということはね、大学の推薦もね、なくなったわけ、ね、お疲れ様でしたっであっという間にね、俺はもう進路がね、すべて吹き飛んだわけよ、パーって。全国大会出てさ、熊本を背負ってさ、どんな気持ちで試合出て、ドキドキするなって思ってたワクワク。自分の好きな世界でだよ。 そういう県の代表とかさ、全国大会とか出るってどんな気持ちだろうって思ってたのが全部吹き飛んで、しかも高校はソフトボールのために行った高校だったから、うん、それもなくなって、もう蝉の抜け殻みたいになったんだけどさ。でも、その時にね、クラスのみんながもう本当蝉の抜け殻みたいになって、もう金分みたいになってた、うん。もうポカーンみたいになっててさ、<laughs> 生きてんのこれみたいな感じよ、ほんと。だったから、その、玉置くんみたいな。一緒ご飯食べようよとか言ってくれて、 でまあ、目の前でね、楽しい話とかいっぱいしてくれて、でちょっとずつねその、俺はクラスのこと何も考えてなくて、結構クラスに対して、ちょっとひどい人間だったんだけど、本当にね、そんな迷惑をかけてきたクラスのみんながね、俺を一生懸命応援してくれてさ、ああ、こいつらのために何か恩返しをしたいなって思ったわけ。で、でもね、何かいざ恩返しをするってなった時に、今まで好き勝手に自分のやりたいことしかやってなかった俺っていうのは、何もしらやれなくて、情けなくて、ダメで。 で、それで先生になろうって思ったの。なんでかってね、俺の学校でね、要はみんなを喜ばせることできねえなって思ったんだよ。全然。喜ばせることできないなってで。逆にね、嫌なことを減らしてあげようって思ったの。で、俺の学校って、みんな勉強嫌いで、勉強悪だから。勉強楽しくない。つまらん。ね、やってて楽しくなくてつ、つら、つまらんくて、つらくて、しんどい。だったら、俺が先生になろうって、一番勉強に、そのみんなが嫌がるもの、勉強に一番近い人になろうって。みんなが一番嫌がるものを俺が受け入れる。 っていうことで、先生を目指したんだよ、うん。だから、俺の大学での勉強は理科漫画だったわけ、ね。だからそっから一生懸命勉強すんだよ。先生にね、聞きにく行くんだけど、その先生、俺、先生になりたいと。で、そのために、で親父に言ったらさ、ああ、でも大学の金ねえぞって、大学行く金ないけど、まあね、で、話をしたら奨学金が取れて、奨学金月き5万ある。じゃあ、月き5万ので行ける大学どこか選べばいいじゃんって。で、先生に相談に行くと、熊大っていう大学が先生になれるよと。 あじゃあ先生俺そこ行きますって言ってた。そこ必死に勉強するわけ。うん、ソフトボールがあったからその高校に行き、そして、そのソフトボールの挫折があったから俺は先生を目指すようになるわけ。俺ね、知らなかったんだよ。先生っていうのがさ、公務員で、みんながさ、なりたいって言ってるような仕事だと思ってなかったみんな、もう嫌々なってるんだなと思ってたからね。だって勉強嫌だったからさ。うん、結構意外だったよ、本当に。なんかカルチャーショックはたくさん受けた。うんーと。 だから、そういう中でやっぱ一生懸命勉強していくわけ。でも、結局俺の周りはみんな就職とかばっかりだからさ。センター試験受けるのって240人ってさ、3人しかいなかったんだよ、俺入れて。<laughs> そういう高校だよ。全然俺はそれでだから、俺はいいと思うんだけどさ。だけど、俺はね、すごいでしょ。だから、そうやっていろんなものが積み重なっていくわけ。で、しかも熊谷って後から聞いたら、結構やっぱ地元では難しい高校だったんだよ。だお隣の俺がもう絶対行けもしないような、進学校の玉名高校っていうのがあるんだけど。 そこ,ではそこでもね、熊田に行ったらね、おお、偉い頑張ったねって言われるような大学だった。でもそれも知らなくてさ、で勉強するんだけど、その時にね、ソフトボールが生きてくるんだよ。ソフトボールはね、俺朝6時、5時半に起きてね、6時にはもうね、チャリンコ行チャリンコで行くわけ。で、学校に7時に着いたらで、15キロあるから、まず15キロのチャリンコ通学すら筋トレなんだよ。で、朝練して、でもう授業中はずっとね、寝てるか、もうあの筋トレばっかするわけ。 で部活が始まったら筋トレしてで、部活が終わったら2時間ぐらいまたあの自主練習して、そしてまた15キロこいで帰って、で家に帰ったらまた素振りやって、そして寝るっていうね、もうとにかくね、起きてる間、自由ソフトボールみたいな人間だったからさ、勉強が楽なんだよね。要、うん、はソフトボールの練習をすべて勉強に置き換えればいいんだけど、ソフトボールの練習と違って息切れはしない、筋肉痛にならない、試合のプレッシャーもない、ね、だやればやるほど、ソフトボールって打っても打ってもね、スランプになってなんでか打てない時とかがあったりするんだよ。 でも、勉強の場合はさ、やればやるほど点数になるじゃん。知識が増える分、有利になるじゃん。だからさ、もうとにかく、その、やっぱ楽でね。うん。だから、もりもり勉強ができて、本番合格しちゃったんだよね。うん。すごい。ほんと。ただソフトボールやってなかったら、あの、気合と根性がなかったら、勉強、そこまで続いてなかったと思う。できなかったと思う。で、俺が晴れてる、今度大学行くんだけど。 やっぱりその俺の基本っていうのが、やっぱり嫌な勉強が嫌いなみんなの代わりに俺が勉強を受け持つと、そして少しでも嫌な勉強を楽にさせてやりたいっていうことで漫画、漫画にしようって漫画だったら楽しいじゃんって。だから理科漫画をね、ずっと描くんだよ。大学の授業でもちろんないから独学よ。だからいろんなことを雑学とかを勉強したり、いろんな漫画を自分で描いたりして、で、ずっとやってるわけ。で、こういう時に絵が得意っていうのが生きてくるんだよ。それまで俺はやっぱり人物とか風景みたいな、まあ、要は本当にあの美術の絵が好きだったんだよね。 だけど、その漫画の上ではキャラクターが大事だから、だからキャラクターの勉強を始めろ、ゴリ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 って、いっぱいいろんなキャラクターを描いて、生み出して。で、そういうことばっかしてたのかな、だから俺はうん。で、いっぱいそのキャラクターをやってるうちに、その熊大で、その卒論を書く時期になって、大学4年生になって。で、先生俺、俺、理科漫画で卒論書きたいですって言ったんだけど、<laughs> そんなのお前、卒論なるかバカかって言われて。 で、でも俺はすねてさ、いや、絶対俺は理科漫画で卒論書くんだみたいな感じで、こねてこねて。で、最終的に、漫画ダメだけど、アニメならいいよって言われて、そしてウェブマアニメを作る、そのソフトをくれたの。すごくないね。すべてが繋がっていくんだよ。すごいやつ。ソフトボールをしたこと、それで先生を目指し、先生を目指す中で、面白く、面白い授業をしたい。そういう先生になりたいっていう時に、俺、絵が得意だったんだ。字が得意だったんだっていう、そういう部分が生きてくるんだよ。字うまいのもね、相当有利になったよ。 うん、で、ただ俺はね、その予備校とかね、塾に行けなかったんだよね。だからさ、でも今、予備校とか塾とかすごい人気でないわけないじゃん。進学校のやつはみんな行ってるよ。ね、だから、そんなね、当たり前の生徒が当たり前に行くようなところを知らないで俺が先生になれるわけないじゃん。ね、とか、もしくは社会のことを経験してない俺が子供たちを社会に送り出せるわけないじゃん。社会って厳しいぞって、先生、社会出たことないでしょって言われたら、うっ、そうだなってなるじゃん。ね、あの、運と一緒だよ。ね、お前ら、 あのなんだっけあの、どんなことだってなやったらどうにかなるんだよって、でも先生、運いいじゃんって言われたら、うーってなるじゃん、あれと一緒。ね、だから、運悪いやつにとっては、もう何も言えないんだとかね、予備校行ってるやつとか、塾行ってるやつにとって、行ってないやつの言葉なんか届かないわけ。うん、だから俺もう行こう、知ろうと思った。で、次に例えば予備校とかさ、塾とかのことを知って先生になったらさ、放課後とかにその塾開いてあげればいいじゃん、同じようなやり方で。そしたらその、みんな生徒行けるようになるわけだしさ、それすごくいいじゃんと思って。 でその会社兼予備校みたいなところに行くわけ、だから営業もしたしさ、事務もしたしさ、ゴミ捨てとかさ、掃除とかいろんなことも経験したし、予備校みたいなね、授業もした、うん、本当にいい経験だった、でその時に、そに、高速英単語のやり方を、そのもう今、医者になってる、ね、先生がいるんだけど、その人に言われて、医者になってる人にこういうやり方があるから、そのやり方を抑えたら。 その将来いろんな生徒たちに使えるよって覚えておきな基本の基本だから勉強法のって言われて教えてもらってあともう一つその先生のおかげでウェブ玉がアニメになったんだよまあでもその話はもうちょっとあったんでしょうかでまあとりあえず社会経験をした後まあ晴れて俺はとうとう先生になるわけで先生になってまあ普通にねあの楽しんでたんだけどてか実は最初俺中学校の先生だったんだよでやっぱりね言った通りそり宣言通りね放課後に塾とかをするわけまあなかなかねうまくいかな 買った大変なことも結構あった、うん。だけど、そんなことをしてるうちにね、そのソフトボールの先生からね、連絡が来たんだよ。お前、来年うちの高校で先生しろって、理科の先生しろって。えっ,ってえ,え俺今中学校で先生してるんですけど。そしたらね、急にその高校の理科の先生がね、病気で倒れられて、で理科のポジションが空いたんだと。そして、どうせならね、同期しようよって言われて。俺俺はねそのの先生がすごい俺の中で一番 やっぱりこう影響の大きい先生だったから、すっげえ俺同金したいっていう思いがあったわけ。で、俺は、あ同金したい。だから本当は中学校の先生だったけど、この一年だけはわがままでね、自分のだ、本当の力を活かすのは中学校の先生だよ。でもね、高校の先生にならせてもらいたいなって思ってなったの。まあ、そっかり一生懸命するからと思って。そこで出会うんだよね。だからまあ、ってか母校に帰ったんだよ、だから俺は。その母校に、俺の時教えてた先生がずっとすごいいい先生だったから、もう15年も、 普通はね、7年で交代なんだけど、15年間もずっとその高校にいてくれ、いてくれって言われたから、残ってて、その先生と一緒に先生をすることになって。で、案の定だよ。俺がいた、行ったその年が最後の年で、そのまま先生はまたね、別のところに移っちゃったから、本当に最後のチャンスだったんだよ。同期にする。これもまたね、すごい奇跡でしょ。で、俺が高校の先生になったときに、母校でね、塾行きたいけど、塾行けない。大学行きたいけど、もう塾行けないし、成績上がんないし。 諦めるしかないっていう生徒に出会ったんだよ。そんなことないぞって言って、俺が必死に勉強して教えて、それとはね、無事合格したの。で、でもね、うゴキブリ理論が発生するわけよ。あちょっと待って、俺の僕、新学校じゃないんだけど、この高校で一人いるっていうことはどういうことだみたいな。全国にお前何千人、何万人いるんじゃないかだから、無料塾をしようって。やってね。で、すぐさまへ、よし、無料塾するぞって。 ししようとしたんだけど周りの先生たちから、さんざん言われた。周りの人たちからもさんざん言われた。お金ないんだから潰れるじゃんって。で逆に言うと、だからお金があったら潰れないってことでしょ。じゃあお金貯めますとか言ってさお金貯めて。で、もう一つ、そのウェブ玉がアニメになったの、きっかけになった人ね、その俺があの社会人の時に出会った人、そのお医者さんの人に、君、あの受験をなめてるよって。受験は人生が変わるとっても大きなものだから、あなたに人生をかけようと思うかなって言われた。無料の塾であったとしても。 絶対に見ないよって。自分の人生のかかったものだったら、もう熊、熊本大学は熊本で有名かもしれないけど、でも、全国で別に有名っていうわけでもない、しかもその、教育学部っていうのはその、医学部とかと違ってとても入りやすい学部の人間の授業を、無料でも誰も見ないよって言われて。んまあそ、そ、そうやなってなって。アニメでやるしかない。絶対に。人がやらないことでしか、君は成功しないよって言われて。で、分かりました。じゃあ、アニメで頑張りますって言って、ベブ玉のアニメの無料授業が始まった。 すごいでしょ28歳、会社作りました俺の。くしくも俺の誕生日は2月8日。ね、この2 28っていう、その、この、なんていうの数字に何か縁を感じるわ。そして俺の会社が設立したのは平成22年の2月22日っていう、この2並びね。うん。どんどん運というのがね、つながってくるんだよ。本当に。で、どん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 ウェブ玉やって。で、最初は、 苦しい時もあったよでもね、てかお金もつきそうになる時あった。ってか、実は結構、2回ぐらいね、会社潰れそうになってる。だけど、例えば税理士先生から言われるわけ、このままだとね、収入体系がちょっとこう、あまりに弱すぎるから、おそらくもうあと何年かで、終わりますよ、社長って言われるあ終わるんやったら。だったら、全国行って、いろんな人たちと会って、ウェブ玉のこと知ってもらおうって。で、俺は群馬に行くことを決意するわけ。でその時にね、偶然群馬にり合いができて。 で,ぐで、群馬の家賃を調べたら、なんと1万9000円、安い、ね、すごいんだよ、だから俺が、うわあ、関東行きたいなってなった時に、群馬で知り合いが偶然できる、ね、とかあの今度の三重に移ったときとかも、本当はね、滋賀県に行こうと思ってたら、滋賀県家賃高かったんだよ。で、どうしてもね、家賃的に難しくて、うわ、これもう無理だーって滋賀、滋賀関西系行きたいけど無理だ、どうしようかなーって思ってて、まあ、そんなこんなで、群馬からね、車でブーって熊本に帰って途中だった。 ブーっって帰ってる途中に台風が直撃して、愛知県でね。であの、高速道路が通行止めになってしまって、で、しょうがなくね、その愛知で高速道路降りて、で、滋賀とかね、岐阜に行く用事をね、その相手の人にすいませんって、高速道路使えなくなっちゃって行けなくなりました、すいません、またまたの機会に行って言ってね、お断りして、で、直接大阪に渡ったわけ。突っ切ったわけね、愛知県からね。てか静岡ぐらいから。で、静岡ぐらいから日本地図でね、大阪まで突っ切ろうとすると。 どうなるかっていうとね、三重県を通るわけよ。初めて知るわけ。何三重県ってこんなところにあったのかと。ちょっと待って。こんな、ちょ、ほんと三重県に本当に失礼だけどか、三重県行った最高だったんだけど、ちょっと待って。この九州の、俺がね、今まで生まれてこの方32年間知らなかった場所、三重県。うん。影薄いんだったら可能性あるぞと思って調べたら、家賃2万円切ったんだよ、無事。やったねって。それで結局今の三重県にね、住むようになったけど、あれも台風で高速道路が止まったからだし。そして、タマファーム、 やり出そうって。ウェブ玉予備校を始めようってなるわけ。ね、大学、浪人、浪人したいけど、金ないから、浪人できないよってやつらに、貧乏人でも通える浪人、浪人生用の予備校を作ろうってなったわけ。ね、作りたいなって、作りたいなって思ったときに、うちの母ちゃんがね、お新聞にこんなの載ってたよって言って、あの俺の地元でさ、あのー、短い期間だけお試しで借りてみませんかっていう、家をね、紹介してくれた こんなんあるよって。あ、これ、ちょうどいいじゃんかって。短期間だけしか借りれないけど、逆に言うと短期間しか借りたくなかった俺にとってはもうビンゴでさ。で、お試しでやってみたらすごく来てくれたね。予備校のやつはすっごい喜んでくれて。うまくいって。そして、そいつらには一人暮らしのね、その、技術というかノウハウを教えなきゃいけないから、料理とか、そういうのを教えていくわけ。数字選択を教えていくわけ。この時にね、俺の料理好きが火を吹くわけだよ。ってか、一人暮らしの時にももう火を吹いてたね。満開になってた。うん 花満開だったね。俺のこの料理の腕が。で、しかもだよ。その、今後俺は、その、自給自足農園で、まあ要は、あの、安い値段で生きていけるような玉ファームを作りたいって思ってるんだけど、俺が住んでるところはね、どんだけ田舎なんだよって、Google Earth とかで見たらね、一回言われたからね、すっごい田舎だねって、こんなとこに家あんだって言われたからね、ありますわっていう。そんなところにあるんだよ。はあ、それのおかげで結局玉ファームがあるわけ。だから、畑があり、そして、 あ働くね、こういろんなやつを呼びたいけど、俺金ないから、ね。でもね、空き家があるんだよ。空いた畑がいっぱいあるんだよ、ね。だからそこで、そういうやつらをね、呼んでできるわけ。だってもうあの、おじいちゃん、おばあちゃんたちばっかりの場所だから、家とかじゃんじゃん開く,開くんだよね。もう老人ホームに入りましたとかさもうあの、息子夫婦の家に入りましたとかでね、家だけポツンと開いてたりするんだよ。じゃあその家貸してもらって、やったらいいじゃないって。ね、もし俺がだよ、その。 東京の六本木とかで生まれてたら、畑ないよ。家賃ないよ。無理だよ、そんなの。ね。横浜中華街とかさ、もうあの、何よくわかんけど、多分その、すごいんだよ、あそこは。だって、駐車場1時間1800円だよ。俺、俺目、目玉飛び出たからね。<laughs> 1時間1800円ですと、みたいな。熊本多分3日くらい泊めれるんだけど、その熊本1日で600円とかだからさ。1日24時間泊めたら600円ですとかね。そんなだよ、熊本。うん。あんなんと言葉だったら、ね、畑はないわ、家は、 あ開かないどころかね、その、空いた家にね、みんなが入り込もうとするわ、みんな。神奈川とかね、あんなすごいとこだった、京都とかね、大阪とかさ、愛知とかさ、やっぱ有名な場所だった、博多とかにね、俺が生まれてしまっていたらよ。て、ね、か、そもそも俺が予備校とか塾に行ってたかもしれない。あらって、予備校、だからその、大学行きてとか言ってる奴かに、あ、じゃ予備校行っ方がいいんじゃないのとかさ、塾の先生聞けばいいんじゃないのとかさ、そんなことを言う人間だったかもしれないよ。俺がこの山の中に生まれてなければ。 だから生まれた時って全然わかってない。何もわかってない。ただ好き勝手に生きてきた。好きに絵を描いて、で、習字習って、で、そろばん習って、そろばん習ったおかげで数学超得意になったんだよ、うん。得意ってわけじゃないけど、計算は嫌いじゃなかった。辛くなかった、全然。で、数学って8割方計算ばっかりでしょ。足す引っ掛け割ればっかりしてるでしょ。数学って。うん。だから8割ぐらいの時間が苦しくないの。何も苦しくない。息を呼吸するような感じなの。だからね、すごく良かったんだけど。うん。で、ソフトボールしたから、 一生懸命燃えたし、そして、その気合と根性があったから大学合格したし、そして、熊台に行ったからこそ、漫画やってアニメを学んだんだよ。最初ね、早稲田大学からね、合格来てたんだよ。でも、親父が言ったのは、お、ね、大学のお金ないけどって <laughs>、ね。だから、奨学金月5万もらえるから、それでどうにかしなって言われた。5万でどうにかするってね、もう県外出た時点,時点でアウトなの。だからもう早稲田に行くイコール、 早稲田は東京でしょ確か。ね、渋谷とかさ、新宿とか六本木とかにあるんでしょ早稲田は。だから、もうその時点で家賃にもならないわけよ、5万円なんか。学費なんか絶対払えないわけ。だから早稲田行かなかったけど、でも普通からするとさ、え早稲田と熊谷、絶対早稲田だよって思うよ、きっと。でもね、熊大に行ったから漫画が描けて、熊大に行ったからアニメができたの。その奇跡。もうね、だから、で、その、俺が。 かん農家に生まれ、農業やってたとかさあ、その辺は全然関係ないだろうなと俺は思ってたわけ、ウェブタマ始めた頃とかは。でも30ぐらいになって、やっぱタマファームが現実味を帯びてくるようになると、本当に今ね、だからその空き家を調べたり、あの近所の農家のお手伝いの話とかをね、いろんなところで話をしたりするときに、田舎でよかったなーってなるわけよ、本当に。俺は本当に運がいいんだよ、マジで。気持ち悪いぐらい。去年はね、本当にそうだった。 一つはね、まだちょっと発表できないことなんだけど、それはもうちょっとしてからね、発表しようと思うけど。でも、その、去年はね、もうそもそもね、お、正月からね、なんかへんてこりんだった。もうお、おみくじ引くじゃん。引くおみくじ、引くおみくじ、全部大吉なんだよね。もう、あの、大吉が出ない、あの、太宰府天満宮ですら、また大吉が出てさ。ああ、出るわ、出るわ、大吉が出て、大吉が出て、もうね、うん。で、その、 岩手の芸備系に行けばね、30人にして人ぐらいだいたい入りますよって言われてる運玉でさ、俺、スポンって運玉入るか、入ったからね、縁っていう運玉と運っていうね、うん、だから人の縁とね、運がきっとあるんだろうなと思って。で、偶然占い師に占ってもらう機会があったんだけど、あなたの運勢はね、これからうなぎ登りになりますよって言われたからね。びっくりした、ほんと。<laughs> 占い師がね、1個だけ占ってあげるよって言われたんだよ。で、あんまりに運がいいからね、今まで。だから、頼むと。俺、 人生の運をね、今使い果たしてるんじゃないのかと。それか、だから今のすごくいい運がね、どっちなんだって聞いたんだよ。その、このまま、俺がもともと運がいい人間だからずっとこのラッキーボーイだからずっとこのままね、あのー、このラッキーが当たり前なのか、それともその、自分の持っている人生の運を今ね、前半で全て使い切ろうとしているのか、どっちなんだって聞いたらさ、いやー、あなたの運勢はこれからもっともっと伸びる大気万世型ですよって言われたからね、<laughs> まだ運良くなるのと思ってさ、気食わらって思ってたんだけど。うん で実際今年はね、秋にね、三重県に帰る予定だったんだよ。で、だからね、三重県に全部冬服を置いてきたの。超寒い。<laughs> 結局帰れなかったから、マジめっちゃ寒いよとか言いながらさ、熊本で生きてるんだけど、あのね、11月末ぐらいかなに、に三重県に帰るわって言ってたら、親父が、ま今年はな、みかんがそーっと忙しくてって、大変だったからあ、本当悪いけど、ちょ、あの、2週間ぐらい伸ばしてよって言われて、だから、あ、分かったじゃあ2週間延ばすわって言って、でこ12月入って帰ろうってなって。 で12月入ってさ、おしじゃあちょ、三重県帰ってくるからって言って、三重にブイーンって車で行こうとしたらさも、もう、車からさ、もく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 って煙が吹いて、行けなくなっちゃって、壊れて。で、こ,これはもうエンジンダメかいって言われてさ、<laughs> おまこれもう、もうダメだめいこれって言われて。で、一周りもう1ヶ月ぐらいかかるよって言われちゃってさ、まあ、実は2ヶ月かかってるんだけど、全然治らないの。もうそれぐらいくっちゃくちゃに壊れて。なにこれ、なんで俺こんなに三重に行けないのかなって、なんか三重であるのかなと思ってさ。 ちょブログで書きそうになったからね、見えのお前らちょっと地震起きるかもしれないから気をつけろみたいな。書きそうになったぐらいね、なんか見えに行っちゃいけない何かがあるんだろうなと思ってたんだよね、うん。そしたら、ね、クリスマス特訓の時だったけどさ、ばあちゃんが亡くなって、あーって、そういうことかーってなったの。あ、俺、ばあちゃんがね、その、最後だから、もう一番最後の最後まで一緒にね、暮らせるように、 じいちゃんが止めたんだろうなと思って。だからもう高速道路でね、あのー、車が煙吹いたけど、モコモコモコってね、うん、煙吹いて真っ、真っ白い煙がブワーって上がったんだけど、うん、煙じゃなくてじいちゃんの幽霊だったんだな、みたいなさ、幽霊のモコモコ、ちょっと待って、お前、ちょま、まだ帰るな、みたいな言われたんかなと思ってさ。それぐらい運が良かったんだよ、俺は。本当に。奇跡のね、もう幸福の王子だよ、まあ、マジで。ラッキー王子だよね、俺は。本当に俺ほど運が良い,い人間はいないと思う。でも、それが今すべて繋がったの。 ソロ版で計算うまくなって、数学が得意だったのも。数学だけはね受験で逆転できないからなあれだけ不得意だったらでもそれのおかげで数学だけは得意だったからあとは暗記で詰め込めばね国立合格したしソフトボールが好きだったおかげでね気合と根性とそして大学を目指す先生を目指すきっかけになったし熊大でアニメを学びで絵が好きだったからアニメが作れそして料理が好きで家が農家だったから玉ファーム計画ができてだからこれからウェブ玉予備校とかね タマファームとかチャレンジタマハウスとかでいろんな形でね、お前たちを応援していけると思うし、俺はそういう運命なんだろうなと思ってるよ。だから、なんていうかな、いろんなことがこれから、でも多分それは全て俺の未来に役立つことなんだろうなと思ってるんだよ。てか、役立ってきてだから、全てにおいて無駄ないし。うん、だって、ってか最近本当巻き込みすぎてるからな、本当に。父ちゃんがさ、その。 リフォームできるし、ヤギ飼って、ニワトリ飼ってとかさ、なんでもできるので、一通り野菜からね、果物から作れて。で、母ちゃんと兄貴がさ、農協と、あのー、役場に勤めてたからさ、もう、俺の顔がそこそこ似てるんだよ、兄貴と母ちゃんに。おかげでどこ行ってもさ、全部超有名なの。<laughs> もう悪さできねえみたいになっててさ、ほんとにいや。そんなこともあ,あるけど、だからそのおかげでね、あのー、家とか、今度借りるんだけどさ、その家とかもすごくあの借りやすくなってるしさ。 本当に全てにおいてい俺は奇跡なんだろうなと思ってるまあ、だから結局まあ何を俺がこのラジオで言いたかってまあ俺はラッキーだぜっていう自慢なんだけどでもそのラッキーがね最近俺の周りにちょっとずつ降り注いでるんだよだからお前たちもさ俺とこうしてインターネットを通じてたけど出会って知り合って最近今光とかでさインターネットもさすごい LTE とかになってさすごいこう 性能良くなってるから、多分俺の運とかもね、届けてくれるはずなんだよ。ネットで、光で、LTE で。だから、お前たちもきっと、運良くなってると思うぞ。だから自分の運を信じて、運命に身を任せて、その目の前のね、運命に向かって一生懸命頑張ってほしい。ってなわけで、177回、ラモラジオでした。聞いてくれてありがとうな。それじゃ、おやすみ。